はい、皆さんこんにちは。それではやっていきましょう。でですね、前回は中日に負けたのかな、なんですが、まあね、これどうしようかな。あ、岩田あたりやりましょうか。ね、見たいよね。でですね、そうだな、アンドゥーと変えて、はい。でですね、どうしようかな。あ、関本いるんだ。で、関本の2番ってあんまね、いいイメージないんで、ちょっとこう変えましょうか。鳥谷を2番にして、まあ、こんな感じでどうでしょうね。ああ、いけるかな。で、巨人戦に安藤とかをやればいいかな。OK。それではやっていきましょう。はい。甲子園球場です。プロ野球ファンの皆さん、こんにちは。阪神タイガース。お、これ最後なんだ。最終戦。お伝えしてまいります。23ぐらい。最終日です。ゲーム対決は、田尾康さん、宮本和智さん。さて、どうぐらいは勝ちたいよね。よろしくお願いいたします。2連敗してるんで、ちょっと。リポートしてくれるのがこの2人です。はい、こんにちは。私たちが、まあ、優勝は決まっているとはいえ、まあなんとかね、1回ぐらいは勝っておきたいよね。で、ミノルちゃんにそれを託すと。タイガースの先発ピッチャー、岩田、これが7回目のマウンドということになります。さあ、念願の今日は頑張ってくれるんでしょうか。ボールが高いかどうかで決まるよね、その日の調子が。お、まあいいんじゃない。ああ、いいかもね。今のボールは良かった。で、井端は左が得意なんでね、打たれるかもしれない。ああ、高いな。ね、あれだけ高いと打たれますよと。で、福留か。さあ、打順が移っていきます。福留、ランナー返せるんでしょうか。さあ、ドラゴン。まあ、福留もこの後あれか、阪神に来るんだよね。で、広島の新井も阪神に来て、先に新井が来るんだっけ。おお、バントみたいなのあったこれ。なんとか抑えれないかな。井上がね、いいところで打つんだよね、この人ね。目尻の下にほくろあるんだね。泣きぼくろあるよ。あ、ファーボールなんだ。あ、ミノルちゃん確かファーボール持ってるよね。押し出しかな。あ、これ打つね。お、粘ったな。完璧じゃないよ。ギリギリじゃない。朝倉すごっ。10勝してるよこれ。26試合。こんだけ投げてくれたら文句ないよね。とりあえず勝っても負けてもいいんで、試合をね、作ってくれて、ずっと投げてくれれば一番いいよね。ゲームだけどね、100何試合もやってみて分かったけど、とりあえず試合を作ってくれればそれでいいっていうね。マジ後始末がね、大変なんだよね。もう5点も6点も取られると困るんだよね。そういう気持ちになれただけでも、このゲームをやった価値はあるかな。朝倉いいね。お、あー危ねえな。今のはね、引っ掛けてしまいましたね。なるほど、ここはミノルちゃんはね、超スローカーブっていう必殺技持ってるんでね。2回表ワンアウト、ワンアウトになりました。2球目です。スローカーブを超えた先のカーブが、ストレート打ちました。これはショート、あ、取れるよね。オッケーオッケー。
今のところはまあ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 いいのかな、どうだろう。まあでもミノルちゃんもあれだね、おいいね、7回ぐらいでどうなのかっていう、変え時をミスんないければまあまあ3点ぐらいで。ただなフォアボールなんだよね、マジで。能見とミノルちゃんはフォアボールがどれぐらい出るかによって変わるから、マジ運ゲーなんだよね。朝倉いいなこれ、これはちょっと大変かもな。そして次の5番今岡、右バッターボックス。うちよりいいね。さあ4球目。なんでうちこんな勝ってんだろうっていうね。あーよくないね。で関本。そして次の6番関本、奈良県出身。久しぶりの関本。阪神対中日、その3番。頑張れ。最終日の模様をお送りしています。ここからしばらく関本を使いましょう。藤本ちゃんがねちょっと調子が落ちてきてるんで、あーだからな、どうしようかな、2軍に行ってもらおうかな、1回コンディションを整えてもらいましょうか。いやでもな、どうしようかな、難しいな。藤本ちゃんも6番7番あたりを使ってみるっていうのは意外と調子戻るかもね。鳥谷はね6番5番浮いてもあんまり変わらないよね。金本はあ、でも金本7番に置いたんだっけ。でそっから4番に戻すまでにちょっと調子が上がってきたんで、で今はねだいぶ安定してるよね。だからそう考えると7番あたりが一番調子を戻すのにいいのかな。7番にしてみるかな。31番いいね、31番頑張ってほしいところですが、当てただけ。いや、ミスタータイガースって、全然出てこないよね。ああいうのは、まあ、マスコミが作るんだろうけど。いや、でもな、それぐらいの、活躍をしないといけないんだよね。掛布の後の、そういう人はいないってことか。誰だろうね。どれぐらい打てばいいんだろう。ピッチャーに回ります、岩田。まあだから40本ね、40本打たないとダメか。鳥谷とかでも別に言われなかったから、やっぱホームランバッターじゃないとダメなんだろうね。あ、でもピッチャーでもそうだよね、村山さんが初代だっけ。ということはピッチャーでもいいんだよな。すごいエースがね出てくれば。今いる？待機とかならないの？どうなんですかね。いい球掘ってるんですが、あ、だからあれだよ、藤浪くんがね来た時はこの可能性がね。カットボールですよね。あ、カットボールなんですか。さあ、第4球。やっぱね、精神がやっぱ大事なんだね。メンタルがいいもん持ってんのにどれだけ発揮できるかっていう、ああいうトレーニングあるんですよね多分ね、メンタルトレーニング。野球はなセットプレーの連続なんで難しいよね。相手が合わせてくるんで、それに対して要は毎回じゃんけんしてるみたいな感じだよね。いかに相手に勝つか、読み勝つかだよね。難しいよな。
打てないよね。朝倉やばいんだけど、なんか微妙に変化してるよね、球が。いやらしいな。ゲームなピッチャーだ。これは外れています。144キロ。はい、バットは出ませんでした。さあ6球目はどうする。おお、フォークなんだな。いい球放るよな。これは10勝するね。でも9敗しているってことはどっかで崩れるんだよね。最初はいいんだけど、6回ぐらいでいけんじゃない？多分7回ぐらいか。あ、あれかな？変わりっぱなを別のピッチャーが打たれてるとか、そういう感じかな。10打席。あ、打ってなかったんだ。で、今岡が、センター返しのバッティングと。飛ばない。頑張れ、飛ばせ。前に打て。前に打て。おじゃ、あ、惜しい。もうちょっとライン際行ってほしかったね。まあ悪くないんじゃない？とりあえず試合になってるよね。ミノルちゃんが試合にしてくれてるよな。今のもちょっと甘いけど、コースインコースなんで助かってんのに。で、秀則、うちで結構打つんだよね、やっぱね。打率の割に打つんだよね。セカンド交代します。取って、これでツーアウト。打順が移ります。朝倉、まあここら辺はちゃんとね、アウトにしておきたい。ピンポンが続きます。最初の1点はどちらに入るんでしょうか。さあ3球目。お、いい球。今のはかなりいい球だよね。いいね。さあタイガース、この後トラッキーもご機嫌で、6、7、8、9。ああ、あんまりな、期待できないよね。関本はどうなんだろう。あ、これ、落ちたんじゃない？美味しいよ。美味しい、美味しい、美味しい。今の当たりが出てくると、まあ、若干、うちに流れが。ああ、これどうしよう。まあ打たせてみる。調子いいんで。打順が変わります。リン、左のバッターボックスです。今日の4回までのピッチング許したヒットが3本。どうだ。あ、これも美味しいんじゃない。ポテンじゃない。ポテン。おお、美味しいよ。来たよ、来たよ。これでバントして、これバントした方がいいよね。バントで1点しようか。加納ちゃん最近打ってないんで、あんまり期待しないでおきましょう。これが2回目の打席。で、バントして、ワンアウト2、3塁で、スクイズして、1点と。いや、違う。スクイズしましょう。ここら辺はね、手堅く行きましょう。勝ってないんだよね。あ、うまい！うまいよ！で、ツーアウト三塁で、赤星でワンチャンと。いいね。ただ、うちが1点入れちゃったんで、こっからまた得点がワンバン入っちゃう流れになるかもしれない。あー、ダメか。残念。で、1番からなんで、ここをなんとか抑えたいよね。頑張ってほしいんだけどな。あ、いいね。超スローカーブ。殿下の方と、すごいよ、これ。いいね。桑田か岩田かっていうね。そして、バッター。
2エンド1変わりません。なかなかいいボール持ってるけど、あ、危ない、危なくないか今の、大丈夫か。ちょっと、まあでもコースがいいんだろうね。若干高いんだよな。おっしゃ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 、いいね、ミノルちゃんいいね。中日キラーかな。今さら分かっても遅いっていうね。あ、でもクライマックスあんのか。ミノルちゃんを中日に当てるっていうのはいいのかもね。左のバッターボックスに入っています。ちょっとしばらくね、ヒットがないんじゃないですか。はい、鳥谷もヒットないんだよな。あー、重傷だな。どうにかなら7番にしてみるかな、マジで。打順が変わります。さあ、4球目。調子が良くなる方法はあるんですかね。今日アンディダメっぽいな。で、金本は久しぶりにヒットが出たんで、これピッチャー変わらんかな。金本ダメだな今日。てかみんなダメだね。っていうか朝倉がいい打てないな。中日マジ嫌だね。嫌な相手だわ。おファーボールっていうことは危ない。あ、態度も変えるんだ。ここ点取りに来てんね。ドラゴン現在4連勝。この点差勢いでひっくり返したいところです。オッケー、今のスローカーブ。まだまだカーブが効いてんね。もうちょっと頑張ってくれませんかね。アウト。今のは足遅すぎんだろう。先頭バッターはファーボール、その後は内野フライに。あれでタイロン変えるって正気じゃないよね。俺は変えれないけど。でもどうなんだ、タイロン調子悪いのかな。これファール。よほど悪いんなら変えるけど。いやー、でもどうかな。1点欲しい。でもな、1点で2点いるからね。難しいよね。まあでもうちだったら金本変えるかって話だよね。変えない。あ、でもな、タイロン足遅いからか。金本ね、足速いんだよね。金本はだから便利だよな、マジで。うお、やばい。これは下位で止めて、ここら辺、ああ谷繁が危ないんだよな。スローカーブ投げればいいのにな。投げませんね、この人。宮本さん、ちょっと打たれましたが、なんだ、カットボールじゃないですか。そうですか、カットボールです。さあ、このピンチ、監督の。じゃあここが勝負だ、しておきましょうか。頼むよ。そしてここで抑えて、8、9だから、オッケー、オッケー、危ない危ない。さあ、タイガース次の攻撃は5番からということになります。まあ足速いんだろうね、多分だけど。今岡は3割をキープしてくれていると。飛ばないな今岡も。あんまヒット打ってないのかな。関本ボックスです。点差変わらず1点差、タイガースがリードしています。次の2投目で関本はポテンヒット打ったよね。おお、いい、おいいね。今の当たりいいよな。今の感じが欲しいんだよね。間を抜けていく感じが欲しいよね。で、リンちゃんがバチコーンと行くよ。バチコーン。お、これ美味しい。あ、ファールか。いけ、やってしまえ。外はどうか。これダメかな。さあ、5球目。痛烈な当たり、
あーこれダブルプレー、美味しくないな。一番美味しくないな。立浪か。ランナーを出したいこの場面、ドラゴンピッチャーに回ったところで代打を告げました。ここはね、あピッチャー変えたんだ。あーでもな、そうか、うちも変えないとダメかもしれない。どうしよう。ここまで許したヒットの数は3となっています。これ1本打たれたら変えましょう。向こうもだからそういう感じだよね。どうしようかな。まあ投げさせてみるか。8回ワンアウトまで来ています。まだ3安打しか許していません。1投目だいたいここら辺で打たれるよね、2軍の選手。あー打たれるんだ。これちょっともう変えましょうか。井端左に強いんで右にしましょうか。いやでもどうかな、次福留なんだよね。でタイロンもいないから、ドラゴンズ打線をどう抑えてくるんでしょうか。頼む。さあ打順が移っていきます。井端8本、ここまでの全打席です。ツーベースヒット、まあ、左が得意って言って右が別に得意じゃないわけではないんだけどね。おっしゃ、いい仕事した、めちゃくちゃいい仕事したわ。ドラゴンズ最後はダブルプレーに終わりました。ここの久保田はいいんじゃない。なかなかいい采配をしたんじゃないでしょうか、多分。わかんないけど。ミノルちゃんでも同じだったかもしれないけどね。あ、岡本だ。岡本いいんだよね。で、久保田変えるかな、もう。藤川でいいかな。久保田変えましょうか。うん、変えましょう。なんで誰か打ちたい人。今誰、岡本って右でいいんだよね。適当だよな。だから、こういう時に、あ、でも高橋さんにしましょう。あ、ちょっと待てよ。違うな。じゃあ。誰がいいかな。ハマちゃんにしとくか。あーピンチヒッターですよ。さあホームランの欲しい場面、はい、腕、まあ、左が得意なんであんまり期待。おおほほほほほほやってしまいました。やるね。さあ今のシーンです。いやこれはありがたい。そしてバッターは1番中藤、左の打席に入っています。この回一発を許しています。ハマちゃん代打で結構打ってる方だよね。セカンド後方へ荒く後ろに下がる取りました。ツーアウトになっています。やってる方だと思うんだよね。そしてツーアウトランナーはありません。左で左ピッチャーに出して、おこれホームランじゃない、入った。鳥谷やったね。まだ調子は戻ってなさそうですが、まあいいんじゃないでしょうか。これは大きいホームランですよ。はい、もう一度振り返りましょう。いやーこれで楽になるね。次のバッ
ッターはどうでしょうか。シーツ右のバッターボックスです。6回の前の打席ショートフライに終わっています。やっぱね系統がね難しいんだよね。ファーストの前取ってファーストへ一塁、これは余裕でアウト、これで3アウトチェンジです。さて試合は3点タイガース3番手ピッチャーをマウンドに上げます。2時間3点リードの展開、ここで投入します。さあ最終回注目のピッチング、さて頑張ってもらいましょう。9回の表ドラゴンズの攻撃、まあ、2点までは OK なんでホームランを打たれても OK。 左への打球です。これはファール、しかしファウルボールです。さあ4球目、確か藤川もねなんかミッションがあるんだよね。だからセーブを6か7ぐらいしないといけないっていう、なんでやっておきたいよね。やっておいたらなんだろう、この後のおーっと危ない、クライマックスか何かで覚醒した状態で挑めると。藤井だ、タイロン、タイロンに変えて藤井。さあ次のボールは低いボール、これはショートになります。ファーストへ送ります。足別に速くないよね。タイロン怪我したのかな。井上、ここでゲームセットとなってしまうんでしょうか。これで決めるか、いえ、落ちるボール、オッケー、取ってゲームセット。今日は完璧だね、ミノルちゃんが仕事したわ。ミノル、岩田、朝倉でね、締まった試合になりましたね。すごかったな。お、来たね、よかったね。ミノルちゃん一回ね覚醒してるんで、まあ今までよりは若干いい感じにはなってるのかもなっていう気がしないでもないけど、まあたまたまなんだよな。小島もだからパッまだしてないからな、 2,3 回しないとダメなんだろうね、まあ、こういう日もあると。中日に相性いいのかもね、まあ、ただその後が怖いんだよね、まあ、浜ちゃんがねよかったよね。でやっぱスクイズ最高だねバントよかったねと。おっしゃ、ミノルちゃん60なんだな、まだ余裕あるんだね。で、サジキ、あ、渡辺さんこれ休憩しといた方がいいか。いやまあこのままでいいか、何があるかわかんないんで。なんだこれ、ミッションに失敗。はい、というわけでなんとかね一矢報いたということで、明日から次回から巨人戦ですね。あと3-3、もうちょっとここで終わりだよね、ここで終わりなんで頑張っていきましょうということで、今回はこの辺で終了。お疲れ様でした。